皆さんこんにちは、ナナプレイの星野です。今日はシーズンシリーズ8の最新モデル890メカニカルをご紹介します。それでは早速チェックしていきましょう。いや、開けていきます。はい、うわいや、これはもうかっこいいっすよね。はい、もう間違いないって言っていい感じのかっこよさだと、はい、正直思います。はい、こちらがですね、今日ご紹介するシチズンシリーズ8890メカニカルの20気圧防水モデル NB606058L、 メーカー希望小売価格198,000円税込みのお品でございます。こちらですね、現行のシリーズ8で初の20気圧防水になったダイバースタイルのモデルでございます。もうね、見てもらって分かるように相変わらずですね、外装仕上げがやばいので、早速手に取ってじっくりと見ていきましょう。はい、いかがでしょうか。いやー、かっこいいですね。いや、素晴らしい。相変わらずね、シリーズ8かっこいいっすわね。はい、こちらですね、このエッジーな5体構造、1,2,3,4,5 ですね。はい、5体構造のケースです。パーツごとにですね、非常に細かく磨き分けられていて、鏡面とヘアラインがあっちこっちにあるような状態です。非常にですね、多面的で美しいですね。はい、で、今回回転ベゼルを内転式にしております。こんな感じで両方向回転の内転式の、まあ、インナーベゼルですねが、取り入れられたことでですね、こちらの側部分のベゼルっていうのは、こんな感じでシンプルソリッドな感じにオクタゴンになってますね。はい、八角形になっております。まあ、それによりですね、非常にモダンですっきりした都会的なスポーツウォッチにまとまっている印象でございます。素晴らしくかっこいいですよね。はい、で、ここでですね、完全にオプショアダイバーじゃねえかと思ったあなた、お気持ちよくわかります。私も正直初見で寄せに行ったなと思っちゃいました。ただですね、まあ、この約束されたかっこよさ、この完璧なデザインにつられて手に取ってみて、あ、やっぱこの仕上げの細やかさですね、そしてこのエッジの美しさ、そして卒のないスペックにこの価格で機械式というところでですね、まあ、悔しながらですね、秒で虜に私はなりました。はい、完全にですね、所有欲を満たしてくれるようないいモデルに仕上がってるんじゃないかなと思います。やりましたね。これはね、いいですね。はい、ということでですね、まあ、正直シリーズ8のコンセプトに合った設計、かつですね、880GMT モデル、前回のですね、GMT のモデルとの差別化を考えると、インナーベゼルを採用して、で、5体構造ですね。で、八角形をデザインに用いた結果、まあ、このデザインになったということに、まあ、しておきましょう。はい、そんな感じでございます。で、本作。ダイヤルですね。かっこいいですよね。このメタリックなダイヤルにはこんな感じで幾何学的なパターンが入っておりまして、これは実は前回の 880GMT のダイヤルに用いられてたパターンを拡大したものなんですよ。はい、市松柄と都会のビル群をテーマにしたデザインだったんですけど、いや、かっこよくなりましたね。より洗練された印象です。すごいこのね、デザインに合ってていい感じです。はい、で、このおしゃれなダイヤルにハンドはかなりシンプルです。バーで。はい、そしてインデックスはこのダイバーズルックなドットになっておりましてですね、全体的にデザインのバランスが非常に良いです。均整取れてますね。はい、素晴らしい。見やすいしかっこいい、そんな感じになっております。はい、で、外装ですね、このようにラグ足をなくしたこの特徴的なケースデザインですね、このように流れるようにブレスに移っていった後にこのようにプッシュ式のバックになっています。はい、まあ、バックに向けてですね、若干テーパーが入ってますね。最近流行のスタイルでございます。若干細くなっているんですね。はい、使いやすそうでございます。そして裏蓋はちゃんとシースルーバックになっているのもかなり嬉しいポイントじゃないかなと思います。はい、まあ、非常にですね、外装面は相変わらずいい仕上がりでございます。もう本当にデザイン面では王道をついたかっこいいスタイルになってますし、かなりモダンで都会的な印象でございます。はい、ということで外装面堪能したところで次はスペックをチェックしていきましょう。はい、ということで本機のスペックはこんな感じになっております。注目ポイントは防水と耐重ですね。はい、冒頭でも触れましたが、現行のシリーズ8で初となる20気圧防水になっております。はい、でダイバースタイルでこんな感じでインナーに回転ベゼルがここで回してくださいついております。
はい、手洗い時だったりとかね、マリンスポーツなど水場水辺での使用にも耐えるような、安心の防水設計にはなっておりますが、飽和潜水用ダイワ装置ではないので、その点だけご注意をお願いいたします。で、シリーズ8の共通スペックとしてですね、第2種の筐体重なのも相変わらず嬉しいポイントですよね。現代必須の機能になっております。こんな感じですね、シースルーバッグで元来ね、体重を実現するのって結構難しかったんですけど、近年ですね、技術の革新により、ただね、これね、シリコンだったりね、非鉄金属はあんまり見当たらないんですよ。素人目なんですけどね、どういう風に実現されてるかちょっと企業秘密だと思うんですけれども、シースルーバッグも楽しめて体重性能もちゃんとしてるっていうのは本当にありがたいですね。はい、今回ですね、防水性能の向上によりオフのシーンでも使いどころが増えたモデルになっております。はい、次はですね、本機同時発売のカラーバリエーションをご紹介していきます。さて、本モデルはですね、レギュラーモデルが2色と限定モデル1色3色で発売しておりまして、最下のこちらの SS のブルーから一転してですね、それぞれゴールドを用いたちょっと温かみのある華やかなデザインになっております。はい、まずはこちらレギュラーのウォームゴールドから見ていきましょう。こちらはですね、ゴールドでございます。いや、私ゴールド好きなんですけれども、自分がつけたいかどうかっていうよりも見た目がやっぱかっこいいのですごく好きなんですけど、ウォームゴールドというカラーが、こちら外装部分に採用されております。非常にですね、存在感があります。これかっこいいっすよね。わかります、刺さりますよね。はい、でこのケースサイドのですね、5体構造のうちのサイドの2個はブラックの IP でこのように加工されておるので、非常にアクセントになっていてかっこいいポイントです。またこれがね、はい、で同様にですね、このダイヤルもですね、ブラックのようなグレーのような、この外のね、ベゼルの外のパーツと同じようなカラーリングにされていて、統一感があって非常にまとまりがいいですね。かっこいい、いいっすね。ダイヤルカラー落ち着いてるけど、このね、外装がちょっとね、いい意味で派手になってて、いや、これ結構ね、色味のこのね、絶妙さがね、色気感じませんかね。まさにこのラグジュアリーでスポーティーな印象にまとまったカラーがこちらのウォームゴールドグレーダイヤルでございます。いかがでしょう。そしてこちらが数量限定の特別なモデルになっております。はい、こちらはですね、限定モデルで春をイメージしたモデルになっております。季節の春です。こちらのダイヤルに注目してみてください。うわ、すごいさっきのね、2つとはちょっと違った、こちらの2つはね、市松柄と都会のビル群を用いた幾何学的なダイヤルでしたが、こちらもですね、三角がこのように連なった形になっているんですけど、これがですね、雲のように咲き連なる桜の花、黄雲っていうものをダイヤルパターンで表現されております。非常に立体的で素敵ですよね。キラキラ光って美しいです。素晴らしい。はい、でこのまた色味がね、いいじゃないですか。はい、すごく渋いです。ピンクゴールドと当店ではカラーダイヤル表記しておりますが、銅のようなですね、ちょっと赤みのかかった、カッパーって感じの色ですよね、お色になっていて、これまた渋いですよね。なかなかこういったカラーもですね、最近は高級時計でも採用されるようになってですね、普通のカラーに飽きた方だったりとか、ちょっと人と違うカラーにしたいっていう方にはもうこういうカラーすごくおすすめしたいです。もう本当にね、ついついこういうカラーを選びたくなるようにどんどんなっていくと思いますよ。はい、普通の色に飽きてくるとね。はい、ということでですね、世界限定1700個かつ国内の流通もかなり少なそうなモデルでございます。はい、お早めにチェックをしてみてください。はい、ということでですね、最後はそれぞれの腕でのチェックですね、サイズ感を見ていきたいなと思います。はい、私の腕に合わせてみるとこんな感じのサイズ感でございます。いいですね。はい、サイズとしては縦が47、径が 42.5、 厚さが 12mm と、ダイバースタイルということもあり、径は大きめになってます。現行のシリーズ8で最大の径ですね。存在感はしっかりあると思います。ただですね、既存モデルと比べても縦幅だったりとか厚みだったりがほとんど同じ、あるいはちょっと抑えたぐらいのサイズになっているので、この足のないラグと相まって、フィット感もね、相変わらずいいので大きさ感じにくいと思います。スペック上のですね、サイズでちょっと敬遠される方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ぜひ一回手に取って腕に乗せてみてほしいなと私は思いました。はい、ちなみにゴールドは腕に乗せるとこんな感じです。めっちゃかっこいい。いや、これね、より存在感にじみ出るんですけど、あんまりね、嫌味のある黄色でもないなって実際目で見ると思うので、かっこいい。
こいいですよ。はい、ぜひおすすめしたいカラーです。はい、そして最後に限定モデルはこんな感じのピンクゴールドで、腕なじみすごくいいですよね。これかなりね、色気のあるお色でございます。大人だな。はい、ということでですね、今回シリーズ8 3色新モデルをご紹介いたしました。皆様どのカラーがお好みでしたでしょうか。ぜひコメントで聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。